ンと浅野、幸福度、限界突破。アジアカップ決勝トーナメント初戦、バーレーン戦で、フォワード、浅野拓磨は、3対1の後半35分に、上田に代わって途中出場、3対1の同40分、負傷から復帰した、ミッドフィールダー三笘薫のスピードに、乗ったドリブル突破から、横パスを受けたが、まさかのトラップミスで転倒。決定機を決めきれなかった。足がもつれてコントロールできなかった。どうすることもできなかったけど、あそこでシュートまで持っていかないといけないシーンだったと思うと振り返った。今日試合が終わって、悔しい気持ちしか残っていないので、チームの勝利に貢献することはできなかったけど、ただ、次があることが僕にとって幸せですし、チームのみんなに感謝したいと思います。何を甘いこと言ってるんだ。またやらかした朝の言葉のチョイスがおかしいと思う。みんな一試合一試合必死に戦ってるのにもかかわらずなんていう発言や、浅野のクオリティが低いのか、他の選手たちのクオリティが高いのか、残念ながら、代表レベルには程遠いと、ずっと思ってます。田中碧を外すならなぜ、浅野をチョイスし続けるのか、森保さんに聞いてみたい。結果が出ないところか、決定機をあれだけ、外すのはいかがなものか。浅野はスピードだけなんだよな。決定力もないし、今の日本代表には、必要ないと思う。チャンスをものにできないストライカーはいらねえよ。見習いたい。この鋼メンタル。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録だけよろしくお願いします。